今回はキラーそば屋第3弾ということで池尻にやってきました、はい。今回のキラーそば屋さんを紹介するのは私トボルアの後藤です。よろしくお願いします。あれ張本人いないじゃないですか。張本人さんが実はちょっと体調不良でしてこのキラーそば屋をやるということは決まってたんですけども、ちょっと、急遽、お休みと。なるほど、いうことで、じゃあもうキラーそば屋をやる必要があるのかということもありますけども、これやっぱお店に協力していただいてると。なるほどね、もう抑えてるからそういうことなんですよ。でキラーそば屋もうあそこのそばがうまいとかねずっとやってますけども、そば、はそばでも今回は、中華そばです。なるほど、それありなんや。ありにしました。うん、俺もそれかなと思っててん。だからさっき取られたわ。いやいや、それはいいんじゃない。それはかぶったっていいんじゃない。ええの、今回、行くお店、はい、中華そば屋さん、もう京都が生んだ宝、天下一品さんです。もちろん皆さんよく行かれると思いますけども、この店舗も何度も来たことあります。はい、むちゃくちゃ好きで、ほんで店主さんの中でもこの池尻店によく行くんですよって言ったんですよ、スタッフに。ほんで店主さんって取材を受ける時ってお店決まってるんですよ。あ、そう。大体これ安さとかも含めて。でもわざわざじゃあ池尻店で撮っていいですよって特別に今回は。じゃあそういう何ていうのマスコミには初めてかも、はい、もしかしたらかもしれないですね。そうなんや。そうなんですよ。紹介してほしくなかったな。俺めちゃめちゃ通ってるから。そう。月1回は必ず来てるぐらい。そうだ。はい。めちゃめちゃ、もうなんやったら十何年前から、もう一番通ってる店一ここです。あ、そうだ。そうか、もう紹介されるか。いやいや、みんな知ってんねん。チェーン店。じゃあじゃあ本当さ。はい。いやみんな知ってるやん。はい。何を紹介するの。いや紹介というよりは普段みんなどういう食べ方してんのかなを知りたいんです。いやどう一人別にロー来るやん、はい、お箸あるやん、あるよ、すすやん、はい、じゃあ終わるやん。何それ以外何があるの。いやなんかこだわりの麺はどうすんねんとか、大盛りにすんのかチャーシュー麺にすんのか、トッピング足すんかとか、そういうのを知りたいんですよ、この天一ファンとしては。もう自分の好きな食べ方も好きやけど、うん、他の人の好きな食べ方も見たい。でね、これ、高速走ってますよ、うん、ね、うん、僕はなんで、しょっちゅうここになんで来てるかっていうと、この先ずっと行くと、はい、TMC、はい、ね、洋画で降りて TMC、はい、TMC で収録が終わりました。で洋画から乗ります。で乗って池尻で降りるか、あるいは、山手トンネル入って、初台南で降りるかみたいな帰り道があるんですよ。でその帰りしないもう池尻店が頭にポンと出てくる。ほんで行くんか行かんのかのもうせめぎ合いをずっと洋画乗った時からやってる。心理軍的なことを、はい、行くのか行かないのか。ほ いでまあ今日はええかん、まあ池尻で降りてくださいって。行くそうそうなんや。そうだから池尻で降りる、池尻の出口があれ、まあ、通り越してしまってる。でそこの先を U ターンする。そして運転手さんに、西区の交差点 U ターンしてください、また U ターンするんですかみたいなんでここの前に止める。だから俺はここが一番好きなんです、生活動線の中の店。そういう意味なんや。うん、でね、他の店舗って結構大通りに面してなくて、例えば渋谷、はもう街中ですから、はあ、車でパッと来て止めて食べようってなかなかできない。恵比寿の方ももう入らへん。いや中でよくない。いやいやダメです。ちょうるさい。いやいや、この俺ここのゾーンも好きなんですよ。いやだから俺なあ、ペイチがちょっと来てもらっていいですか。ちょっとアルファードだけでも8台ぐらいと思ったの。ちょっと来てください。ちょっと来てください。何よ、俺だから知ってるよ。俺はここは違う。何がそのタクシーで来る、でここで止めてくださいって言ったら、あ、こいつ天一行くなって。そのバレんのもなんかちょっと恥ずい。だからちょっと前あのロケバスの前、ちょっと来てください。もうええって。バカって、もう指さしたらええやん。お前の好きな店から遠ざかってるから、離れていってるから。ここだいたいこっからですね。こっからここで止めるんです。でこっから降りたら定位置っていうのはバレないです。
いや別にバレてもええし。でもここ降りたらここのカレーっていう誘惑もあんで。いやここのカレーも美味しいかもしれんけど。美味しいね。ここのハンバーグカレーの。あ、ハンバーグカレーですか。ハンバーグカレーのあの肉汁のプール。いやいや、あれいや僕はエビフライカレーなんです。エビフライカレーに目玉焼きの。キラーハンバーグええねん。キラーカレー、キラーカレー。キラーハンバーグいらん、キラーカレーかどうか知らんけど。ここほんまキラーカレー。めちゃめちゃうまいよな。お宅らみたいにね、ここ歩いて、こっちから歩いてきて、ああさあランチどうしようかな。あれもある、これもあるとかじゃないん。僕は。ああもう一択。もう定位置に来るためだけにここに止めるから。いやでもめちゃくちゃうまいよな。めっちゃうまい。つぼ焼きカレー、つぼ焼きカレー。ええねんって、キラーつぼいらんねん。やっぱり止めやすさとか、まあ、駐車場もいろいろあったりかどうか分かんないですけど、うん、やっぱりここに止めた運転手さんも食べたなるんですよね。だから僕が店入って数分後、ドライバーと勝ち合ったことあります僕。もう誘発してる。もう誘発してる。結局バレててよ、ほんなら。カモフラージュで手前止めてる。バレるじゃなくて、ここに止めたら見えるやん。でもそれちょっと過ぎたところの無銀坊、はい、あっこのうどん。あ、うどんね。あっこは俺が東京出てきて最初に、おお前も東京出てきたか、行こうか、うどんでも食いに行って北尾さんに連れて行ってもらったのがあっこ。いや、キラーうどんもいらんって今。あれもうおっそうまでやってくれてあるから。あそこね、いやあそこも美味しいですよ。それで言うと、この渡って、うん、ちょっと道裏入ったところの洋食屋、うん、めっちゃ美味しい。早よ店入ろうや。ビースビース B やろ。はい。早よ店入ろうや。むちゃくちゃ美味しい。で、そこの六甲園、はい、あの焼肉、まあっこも美味しいよ。あっこも美味しい、ね。美味しい六甲園美味しい。あっこでもなんか個室ですみたいな通されたら、うん、結局個室の中で2つぐらいテーブルあって。どうぞどうぞ。じゃ広いよね。2つ3つぐらいあるもんね。ええー、って美味しいよ。学校六公園入るまでに1本にするつもりか。いや1本だね。連れてこられたからこっちまで。なんかどんどん湧いてくるやん。この辺の土地をすごく愛してるやん。でほんまのそのキラーそばで俺揚げたそば屋も路地入ったとこのやつやってん。でもそこがなんか取材 NG 言われたらしい。そこはそばよう喋んなお前。そこもそこにもあるやん。よう喋んな。渡ったところ、はい、未熟に関してよう喋んなお前。渡ったところ、あ、あ、行ったことないの。ないの。あの、うん、いや小出圭介と行ったな。いや言わんでよ。別に言うてええよ。言うてええよ。キラー俳優いらんねん。キラー俳優いらんね。うまいこと言う、うまいこと言ってる。ねえ、だから動線も感じてほしい。俺がいつも行く動線知ってるって。この動線もむっちゃ車もむっちゃ歩いてる。普通やからこっちしかないじゃあ車で乗りつけて、ね、車降りてきてって。タクシーから、タクシーから、はい。っていうことやろ。そうそうそう、ありがとう。なんやねん、いらんやろ今の。なんやねん、何がありがとうねえ、俺だってこの一時期なんかちょっとありました。定位置のこのロゴ、あのマークが進入禁止の標識にと似てるって。あね、そんなんもありましたよ。確かに。俺は逆に進入禁止の標識見たら定位置食いたなるんですよ。あ、逆だから結構な頻度で食いたなる。進入禁止などに入ってしまうってこと。入ってしまう、そういうことですよ。うまいこと言ってる。いやいや、うまいこと足してる。ほんまにオープニングこってりしてるな今日は。なんやねんお前それ。うまいこと言ってる。定位置みたいに言わんでええねん。ほんまに。だからこういうのももう今あるんですよね、これ。え、あー、これの。そうそう、何スープだけ。ちょっとコップいっぱいだ。これだけでもいいの。これだけでもいい。そうか、はい、ほんまにスープだけ。スープだけです。ねえ、なんか水滴だ。知ってます。あ、もう食べましたよ。ダメだ。どうなの。いや、こお前ちょやるなお前。いや、だから俺の方が絶対通ってるから。そんなタクシーで U ターン2回もせんでも俺来れんねんから。あとなんか都市伝説的に聞いたことあんの、はい、こっさりってのこっさりもあります。ほんまだ。あります。店舗によってですけど。店によってやってるらしい。へ、ね、そうなんや。というね、はい、ことで、次回、はい、ついにお店に入るという。嘘。そいや、そら、そうなるわ。そうなるって。やろうや。なあ。もう流そうや、今度。そのまま。そう、流そう。じゃあちょっと、ね、はい、入りましょう。あ、すいません。逆に、逆にじゃない。今日、はい、
定休日なんですよ。おお、月曜日そうですね。定休日ですけども今日のロケに合わせて開けていただきました。ありがとうございます。すごいな。もう申し訳ない。なかなかないで、はい、このこれだけ大型チェーン店で。はい。特別。いや、ほんまちゃうと思ってんね、俺。え？池尻店は他とちゃうと思ってんね。池尻店と駒沢店もあんねん、はい。もうちょっと行ったここのと通り。はい。その2つが俺絶対うまいと思ってる。なんか違うって。いや、まあ、どこも一緒のはずですけどね。そうそうそう。武さんはそうおっしゃいますけど違うんですよ。あの。え、武さんイメージして来てるわけじゃないのよ。なんでもう1本ぐらい取れた段階で言うのよ。いや、武さんはそういうの分かるんですけど、その各店舗によって味が違うってよく言いますよ。ほんで多少あるかもしれないですけど、これはその日の体調とか、うん、家からすぐ行けるとかそういうので俺は変わってるだけやと思ってる。ああなるほど。こっちサイドの調味料が変わってるってこと。変わるとしたら麺の硬さ、硬いのでお願いしますって言った時の硬さの価値観の違いとか、うん、そういうところなんです。いやでも、オイラはここ作るのうまい。武さんオイラ、オイラさあんちゃんもそういうことを思う。武さんやん。じゃあついにすいません、お邪魔します。失礼します。お邪魔します。あ、もうやっと。だからもう、あ、いつもの方やっていう感じやもん。そう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 。すいません、お休みのところ開けていただきまして、ありがとうございます。じゃあこの俺この店の作りも好きなんですよ。どこ座ります？あのベスト。俺空いてたらこの辺。はい、ああ分かる。だいたいこの辺座ってると思う。空いてた。分かる分かる。こっち側そんなにいけへんかな？うわすごい分かる。え？ジュニアさんどこですか？ガラッと空いてた。俺まあそっちは入らへんな。そことか。うわー分かる。そうね、なんかこの違わな気はしますね。やっぱり2年以上やっぱり一緒に YouTube やってたら一緒なんねや。そうしてたから。いやいや、ほんまに俺もベスト席はこっちなんです、うんうんうん、あの橋かこの辺、うんうん、ね。あれここでおじさんが食べてる感じ。ちなみにこのお店って何年ですか？39年。来年40。やっぱりや。そう、じゃあ俺来た時からあったわ。やっぱ土地柄、やっぱり有名人の方も多いんじゃないですか。多いですね、やっぱりね。後藤さん、え、俺来てんの知ってました。いや、あの何度か。岩尾はどうですか？はい、本当によく見ました。僕めっちゃ来てますよね。後藤よりよく見ますよね。回数で言うと岩尾と僕はどっちが来てますか？もうそうですね、岩尾です。岩尾、じゃあ岩尾のや。そうよ、もう、じゃあ後藤および岩尾のキラーそばや。違う違う、回数じゃないやんか。いやいや、まあそうやけど、通ってるからほんまに。創業49年。49年。天一自体がね、っていうことですよね。そうですよ。じゃあ俺同い年やん。あ、うわ、天一と俺とキティちゃん同い年やん。すごいメンバーやな。さあ注文しましょうよ。ねえ、はい、やっと3週目で。うそ。いや2週でも長いなって思ってんのに。どこ1週使ったの？まあ、オープニングで1週は分かったけど、どこやろ。すげえな、はい、いやもちろん僕はもう来た時はもうメニュー見ません。あ、そうなん。見ません。今日何の気分かなっていうのはないです。もう仕上がってきてるんです。はあ、はい、見ますか？一応見して見ます。俺一応見た上で毎回同じことになってる。なるほどね。一応見んの再確認。俺のあれメニューこんななってんの？ほんまや、こんなシャレた。だいぶ変わってる。見てないから。何今日よそ行きのメニュー持ってきてません？最近変わったんですか？ちょうど2月から変わった。ああ、そうなんや。初めて見た。ちょうど2月。こんななんかプレートみたいなんですもんね、卓上に置いてるね、いつもはね。ね、こってりあっさり、はあ、で、まあこっさり、はあ、ね、はあもあるし、屋台の味がこっさりなんやっていうことですかね。あっさりとこってり。ほんで最近なんかよく見るのはこのあかんラーメン。はい、これ何これ。これはどういうやつですか？仙台一品が独自にブレンドした辛い粉を辛から選べるんですよね。
これ最近ですよね。そうですね、これも僕最近ですよね。いいですか、じゃあ俺からで。いいですよ。うわー楽しみ、何すんのやろ。結構結構寝起きの感じきあったからネギ玉ラーメンください。面白いなこの人は、はい、ネギ玉ラーメン、はい、なるほど。ここちょっとこう大きく写真をね、はい、載せてますけど、はい、じゃあのんちゃん言って。僕ほな いつも通りでいいの。いつも通りというか今日の気分に合わせてもらってもいいんですよ。でももうこってり小ライスしか俺言ったことない、もうここ何年も。お前コンビやな。ええなんだ。いや僕はでもこってり小ライスって今頼むんよね。おう、うん、今頼むんよね、はい、俺は最終的に似てるけど俺はその頼み方しない。その大体お昼の時間に来るからほとんど、はい、だからお昼の時間は小ライス無料なんですよ、はいはい、だからもうセットでつける。なるほどね。で夜に来た時は日替わりセットみたいなのをその日のなんかこういうキムチご飯とかね。これ唐揚げ定食はしなくていいの。もうそんなん食べられんようになってん。唐揚げ定食でこの卓上の胡椒、うん、これをビャンビャンに皿に出して、おうおうおう、でその子に唐揚げをつけて食べるっていうのやらなくていいの。いやだからだからじゃなくてそのやらなくていい。だから人と来ることがないから人と来たらそうやっていろんなもんシェアして食べたいんだけど、うん、そのもうここまでもう若い時は定食とか食べたらもう食われへんよな。だから、うんうん、ラーメン小ライスもったいないしってことね。そうそ う, そう残してもあかんしね。うん、分かりました。じゃあちょっと実際注文していただいていいですか。ネギ玉ラーメン、はい、ネギ玉ラーメン、はい。じゃあこってりにスープ増量しようかな今日は。お前はすごいやつやな。スープ増しできるんですよお前。何それ、プラス110円ですかね。じゃあ俺のこだわりどんどん盗んでいくやん。ちょやってんでて。スープ増量できるんです。じゃあ俺もスープ増量で、はい、すごい。スープ増量。じゃあ僕は、はい、波で、麺型で、ネギを、別盛りでください。別盛りで、はい。どういうこと。ネギ玉とネギ別はネギ別の方が多いの。ジニアさん今ネギ玉食べましたよね、はいはいはい、ネギがいっぱい乗ってるんです、はいはいはい、卵で。ネギがいっぱい乗ってるで トッピングのネギを別皿にするのこれ一緒やないか、はい、それやったらもう最初から乗ってるやつ頼めようと思うんですけど、うん、僕は理由は2つありまして、うん、最初にあらかじめドカーンって乗ってると、うんうん、しなしなになるネギの量も増えていくんですよ、はい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 、熱で、はい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 、だからサクサクで食べ続けていたいんです僕は、ね、だからネギを別で頼んでその都度かけて食べてかけて食べてにしたい。あ、なるほど。だからそこはもうこだわりとして、はい、僕は、ね、ネギ別、はい、で僕の体感ですよ。すいません天下一品さんそんなことはない、ちゃんとグラム数測ってるわって言うかもしれないですけど、別盛りネギにするとこれで一つの何か商品にせなあかんなと、おうおう、やっぱりちょっとこう働くじゃないですか。おうおう、ちょっと多いんです。あ、なるほどね。ネギが、はい、単品でこってり唐揚げ頼めへん。こってり唐揚げなん、え、そんなんの。こってりスープ仕様こってり唐揚げ初めて見た。1個ずつシェアしましょう、その単品で頼んで。俺のペース変えてくんなよ。金賞やで。唐揚げグランプリ金賞って唐揚げとしても認められてる。じゃあそれはそっちで食べてください。僕はいいです。いや違う、そう、みんなで食べたらええやん。違う、食べ方あるから俺知らん。そんな小籔感出すなよなあ、じゃあほんまやもん。肉食べへんって。いやいや食べ方があるから。あ、そうな、はい、じゃあええやん、これ頼んだろな。でも僕あのラーメンがバンと届いたら喋らないですからね。もう麺が硬いうちにガッと食べたいんで。これ勝負です。こっからこってり唐揚げ単品でください。はい、わかります。勝負、はい、麺硬くしてるじゃないですか。ああ麺ができるだけ硬い状態で食べ終わりたいんですよ。ああ、だから一気に僕麺だけまず食います。え、そうなんや、はい、そのダラダラ麺食うてる人大っ嫌いなんです。あれ、ライス今頼んでなかった。頼んでないよ。頼めへんの。頼むよ。あ、すいません。え、頼んでないで。言わんの。え、今頼む理由がないんです。いや、一緒に食べたいよ。後で言うってこと。時間差で締めにご飯だけ食べんの。旅館の飯みたいなやり方すんの。そんな、あ、そう、スープとご飯ってこと。こだわりやから。
へえ。めんどくさい客やわ。言うといてほしいっすよね、そら。あとでご飯もって言われる。だからその分あの店員さんには動いてもらうことになるけど、大変申し訳ない。それに関してはね。それに関しては申し訳ないですけど、あの好きな食べ方があるんで、こればっかりはやっていただきたい。すごいな。そうです。だからこの間、あ、キャンペーンで今また器ミニ器プレゼントしてんなみたいなのも、ええな、欲しいなとは一回思ってください。で、この突如と現れた杉蔵の面積ね、これも見ていただきたい。これも大ファンなんです、杉蔵さんは。あ、そう、はい、だからポスターでこう、いろいろ、だからその時々によって、はい、チュートリアルやったりとか、そう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 、サイレントサイレンとか、そう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 、キャンペーンする人に変わったりとか。ああ、楽しみ。この時間が一番好きなんですよ、実は。来る前が、来る前がもう、どんぶりが目の前に来た時にはもう終わったんじゃないか。なるほどな。で、ナンバー、あの秘密クラブの待合室みたいなあ、ワクワクする時間ですか。ワクワク、ね、あれ、ちっちゃい紙とかもらっとかなくていいんですか。いや、秘密クラブやろ、それ、ま、待つ時ちっちゃい紙も。秘密クラブとちゃうねん。18番って書いてある。ないです、知らないですよ、その何番かは。いいの、ほんま嬉しい。こういうメンバーで来れてね、嬉しいです。ほんまなんか不思議やわ。いつも普通に来てるところにこうやって仕事で来てるというのが、うん、これだから麺固くしてくださいって言った時に、たまに店員さんでちゃんとアナウンスする人います。ちょっと塩分強くなりますけど大丈夫ですかって。茹でてる時にやっぱりあの元々麺についてる塩分もこう流す。あ、けど固くすることによって茹で時間が短くなるから若干塩味が増してしまいますけど大丈夫ですかと、ちゃんとアナウンスしてくれる人もいますが、その人に向かっては優しく大丈夫ですって言ってください、はい、いちいちもう麺型とかも言ったことないな。でその塩分が若干強くなった感じも後に頼むご飯との相性が良くなる。後に頼むご飯、はい、これはもう確実です。普通に来ちゃったよね、それ。で、えらいもんでお客さんがもう来ちゃいましたよ。あ、すいません、今日定休日で。ごめんなさいね、せっかくあんなちっちゃい男の。いや、天一で一人で来る客史上一番年齢低いぞ。ほんま見たことないよな。いくつやろな、今の子。12、3歳。うん、いや、もう意外と言ってる可能性あるんで。いや、でもほんまに僕は中学2年の時に家の近所にできた天一があって、ある日姉ちゃんが置いてると、ひっくり返させたろかって言ってきたんですよ。で、何が、家からほんなおいでっつって、うん、連れて行かれたのは天下一品。もうほんまにひっくり返りました、最初な。一番最初の天一、びっくりした。食べた時にもう雷が落ちて、でそこで開いた穴を食べることで埋めていくみたいな一生ですよ。一生、はい、これからも体に開いた穴、これを食べることで埋めていかんと。あ、はい、ぐらいの気持ちでやってます。一回もあっさりとか食べたことない。食べたことないです。あっさりいかれへんわ、はい、結局なんか一回ぐらい食べてみようと思って一回も頼めへんもん、ね。根性してはるよな、天一来てあっさり頼む人。そうですよね。はい、麺方から。はい、ありがとうございます。はい、こちらネギが別だらけ。はい、いただきます。いや、これを大体どれぐらい あのスパンで、いや、じゃあ月に何回とか、うん、なだから TMC でやったらレギュラーがあれが何曜日やから大体何曜に来ますとかさ、うん、時間帯は何時でとか、そう、大体何時頃に来てるとか。あ、もうそんないるの。ビールとか飲めへんの、その仕事終わりとか。いや、タクシーで来てるんだからな、はい、別にビールいっぱいで待って、うん、夜はちょっと飲めたなるけど。あ、そんな一口ごとにネギ入れてくるの。あ、うなずいてはくれるんだよ。イエスノーやったら君は。そのペースで入れんのやったらもう元からネギ乗っててもええんちゃうん。すいません、お待たせしました。はい、すいませんね。はい、ネギ玉のネギ玉。うわー、すごい、スープ多い、ほんまや。そうなんです、両方スープ。ありがとうございます。うわ、嬉しい。す
すごいこれ。すいません。かわいい。かわいい。天一くんみたいな。目ついて。キャラクター天一くん。嬉しいわ。はよ食べな。え？嬉しいとかいらん。分かってるそんなん。言うてる来た時が。おいしい。うん、え、辛いのは入れへんねや、みんな特に入れないです入れない、はい、もう、うん、うまっ、おいしいね、おいしい、やっぱおいしい、第一章終わりました。え、あ、もう麺食うたん。最高。へえ。いや遅いよ、ほんまに遅い食べんの。味わってくるね。ちゃうねん、岩をなんか練乳使ってスープ飲んでるけど、うん、それをせんでええ店やねん天一は。スープ飲みたいねん。あよ食べてる、そのスープ飲みたいねん。スープが好きやねん。でここで一旦落ち着くんです。こういう状態です今。お、はい。で、すいません、小ライスください。はい、もうほんと少なめでいい。少なめで、ここで小ライスです。いや、頼んどいてええやん、横に置いといていい。いや、ここで、あの期間中ずーっと小ライスが横にあることで冷えていくんです。そんな冷えるようなご飯出してくれへん。いやいや、違う、やっぱり多少なりともなるでしょ。うん、ありがとうございます。これだけでいいです、ちょっとで、残りのネギ、これもスープ、チャーシュー、メンマがある状態。チャーシューも食えへんの、麺と。食わないです、食わないです。で、ここでネギをもう詰めていきます。で、あ、こってり辛いがあります。あ、こっちにありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、このこってりのネギスープ、これをおかずにします。のんちゃん来たね。うん、じゃあもうええって唐揚げは今。うまそう。なあ、こってり唐揚げ。唐揚げいらんな今。おいしい。え？あ、おいしいわ。うん、え、こってりのスープを食べた上でそれ食べてもこってり感わかるんですか？うん、わかるわかる。うん。うん、普通に唐揚げの揚げ方が上手やわ。唐揚げとしては美味しい。太ってるやつの飯の食い方やわ。で、ちょっとスープにつけたりとかして。あ、ほんまやわ。それええな。トッピングもできたんですよ。唐揚げラーメンいうのもあったぐらいでさ。でね、これちょっと聞いて。このスープの状態にして、これなんか聞いて。食べた方がいいかも。いや、ちゃうやん、ちゃうやん。その唐揚げという共通の食べ物でも仲良くなってるやん。ねえ、このチャーシューを食べる定食が完成なんです。これだから、お腹に余裕があるとき、あらかじめチャーシュー麺頼んでください。で、ここでお肉と白ご飯を食べるという定食に早変わりするんですよ。で、この定食には美味しい美味しいスープがついてる。だから延々食い続けられるんです。はい、行きましょう。美味しい。うん、これ。あ、なんか入れるんやと思ってた、俺。違う。スープの中に。入れへんねん。このネギびっしゃ、ネギしか出てけへんわ。びっしゃりよ。これを食らう。うまいわ、ほんまに。どんな食べ方してんの皆さん、コメント欄入れといて、ほんま。明日もお待ちしてますは絶対見たいもんな。はい、明日もお待ちしてますが見えへんかったことなんかないです。ないよな。はい、じゃ明日来ないです。さすがに来ないです。やっぱ2日連続天一行くって、俺天一愛あんまないんちゃうかなと思ってますよね。ええ距離感というか。じゃあこれな。はい、月1、2、あ、今月行ったな、3。
3多いな、2やな。そうやな、うん、だほんま、ナンバー秘密クラブと同じ。何と一緒にしてんすか。3はないっすね、確かに。だよ、はい、2日連チャンなんて、ないです、全くないです、はい、それはほんまのファンじゃない。じゃあ別で例えて、またちゃうから、その欲の矛先が。そう、だからちょうどこれぐらいになった時、うん、明日もお待ちしていますが、完全にできたぐらいの時にニンニク入れてください。え、またここで変えるの。はい、味変で、ここで味変で、これ入れて、で、こう混ぜて。あ、確かにこの今の価格改定って書いてますけど、値上げの波で、波で940円になった。あ、俺の頃って、俺よう来てたら650円とかそんなんだったと思うな。僕ほんま来だした時は720円ぐらいやったような気がします。なんかそろそろ行こうかな感出すのやめてもらっていいですか。まだ食べてるんですよ、僕。待ってるよ、待ってるけど、うん、豚しなと思って。もうな、はい、うまい。しいわ。ピンマイク外したろか。いや、食うたもんだって。うん、いやー最高でしたね。いや、ほんまにね、九州に渡って、ね、何州に渡ってんの。マジで。いや、美味しかったでも。美味しかった。ネギの説明だけで一周行こう思ってるわ。明日もお待ちしています。はい、このちっちゃい丼ぶりにも書かれてます。にも書いてんねよ。はい、で、反対側には、はい、違う言葉が書かれています。え、何が書かれているでしょう。このラーメンの器にはない、ラーメンの器にはない違うことが。これを知らない人は潜りです。英語です。はい、え、英語ですか。英語で書かれています。あ、じゃあもうそういうことじゃないですか。はい、 See you tomorrow。 さあ、Come on tomorrow。カモントモローね、はい、違います。え、正解は、はい、ノーコッテリノーライフです。ローマ字でノーコッテリーって書いてある。ノーコッテリノーライフです。これを知らないと無理です。ほんまや、勉強になったわ、うん、じゃあもう皆さんもぜひね、天下一品、来ていただいて、お近くのとこでもいいですし、あ、前 YouTube でやってたな、寄ってこかって池尻店、ここも最高ですから、ぜひ、お越しください。一回ほんまに、うん、いつも行ってはる、皆さんが行ってはる店と、うん、ここどうかちょっと一回来てみてほしい、うんうん、なんか違いを感じるのか、僕だけのことなのか。なるほどね。メジダラのダンス入ってる一番派手なセーターでね。そうですよね。たけしさんになってから来てくれと。別にいうことですよね。ケンタッキーとかでも違うもんね。ああですか。日本やとあれかもわからないけど、あのエジプトのケンタッキーと日本のケンタッキーも如実に違うから。まあ国が変わるか、ね、味付けがそれぞれ。後藤のケンタッキー、のんちゃんのケンタッキーあるやろな、はい、だからそういうのもちょっと見ていきましょう、これから。マクドでもな、マクドなんかもあるやん、うん、食べ方。いや言うてんねだから。いや、それやりましょう、うん、チャンネル登録よろしくお願いします。僕はエビフライカレーなんです。エビフライカレーに目玉焼きのせ。キラーハンバーグええねん。つぼ焼きカレー。ええねんって、キラーつぼいらんねん。小出圭介で言ったな。いや、言わんでええわ。いや別に言ってええよ。キラー俳優いらんねん。